学者の会より東京大学教授小森洋一さんです。お願いします。国会前にお集まりの皆さん、本当にご苦労様です。私たちがここに集まっているこの力で絶対に今の安倍晋三政権を政権の座から引きずり下ろす、その決意をまずはっきりさせたいと思います。で、大事なことは皆さん、私たち日本国民は憲法を掲げて第一次安倍晋三政権を政権の座から引きずり下ろした経験を持っているんです。2007年のことを思い起こしてください。実は来年2019年はあの2007年からちょうど江戸をぐるっと回った12年目なんですね。つまり春の一斉地方選挙の後に参議院選挙がある、この年にまた巡ってくるわけです。つまり私たちは改めてそれぞれが運動を起こしている各地域で絶対に九条改憲を許さない、そういう議員をそれぞれの議会に送り出し、その力で参議院を大きく変える、そういう運動をしっかりと今から積み重ねていく必要があると思います。2007年の大きな経験は、実は2004年に今私が事務局長をさせていただいている九条の会を発足させました。その時は憲法を変えた方がいいという人が 65%、 変えない方がいいという人はわずか 22% でした。圧倒的に改憲派が多い中から私たちは草の根運動を一つ一つ積み重ね、そして世論を変えて2007年には憲法を変えない方がいいという人たちが多数派になる中で安倍政権を政権の座から追い落としたんです。私たちは経験を持っています。この経験をしっかりもう一度生かしていきましょう。その大きな支えは、あのずっと対立をしていた朝鮮半島において南北の首脳がしっかりと対話を深め、その力で米朝首脳会談を実現させて今に至っているわけです。私たちもしっかりあの独裁政権を倒した韓国の市民運動、つまり市民と野党が共闘すれば絶対に政治を変えることができる、しかも一国の政治だけではなくて世界の政治の在り方も変えることができる、そして未だかつて終わってなかった朝鮮戦争をも終わらせることができる、そういう展望が今市民運動の力で切り開かれてるんです。だったら絶対に戦争はしない、軍隊も持たない、国の抗戦権も認めないとした九条を持つ私たち日本のこの国からしっかりとアジアに平和をもたらす運動を作っていこうではありませんか。そのためには何よりも世論を変えること、そのためには九条の会も一緒に名前を連ねている安倍九条改憲の市民アクションが進めている3000万人署名を文字通り目標をやりきることなんです。今署名をしている運動の現場では大きな変化が起きています。例えば駅頭で繰り返し繰り返し署名をしている、通りすがっていく人はもう私は署名をしましたごめんなさいと謝る人が出てきて、いや謝るんじゃなくてあなたもやってくださいと署名用紙を渡したら翌日全部集めて持ってきてくださった、そういう事例が今全国で起きています。今大事なことは署名をしてくれた方に今度はあなたが署名を集める人になってくださいと一斉に呼びかけていきましょう。そして本当に草の根の力で3000万人署名をやり遂げる、3000万人署名をやり遂げるということは今国会で
九条改憲の発議をしようとしている国会議員たち、もしあなたたちがそのようなことをすれば二度とここには戻ってこれないぞということを私たち有権者から突きつける運動なんです。ぜひともこの運動成功させていきましょう。共に頑張っていきましょう。